今日は2021年ゴールデンウィーク企画として、チックコリアさんの名曲スペインという曲を、取り上げて全曲紹介しているという企画をやります。それの第5弾ということでやっていきます。全部で7段の感じでやります予定ですので、結構佳境に入ってきてると思ってください。ではよろしくお願いします。はい、どうもでーす。ベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。まあ、このくだりもね、まとめ撮りしてるので、ちょっと疲れてきましたけども、まあ、2021年のゴールデンウィーク企画ということで、フレーズの宝箱という、大きな企画があるんですけども、それの企画の一部ということで、スペインという曲を全曲紹介していこうというふうな感じで考えております。で、フレーズの宝箱の上の、フレーズの宝箱のリストは上に上げときます。カードで上げときますので、興味がある人は見てみてください。これまでに、ジャコパストリアスさんとか、ロッコさんだったりとか、J-POP だったりとか、まあ、いろんな曲ね、ベースライン取り上げてますので、もしよかったら興味がある方は覗いてみてください。んでですね、このチャンネルは、根本としてね、まあ、今日はね、曲を紹介しますけども、根本としてベースの、なんぞや、いろいろ深いとこですね、なんかちょろっと弾けて楽しいなではなく、具体的に、皆様がね、理解して確実に上手くなっていくような方法を多岐にわたって話してます。で、全部のリストもまた上に上げときますので、もし興味がある方、初めて見られた方は見てみてください。音をね、指板の音を覚える方法、これもね、意外と簡単に覚えられます。ちょっとクイズ形式だったりしてね、しっかり覚えられるようになってたりとか、前半の方で話してたりとかしてます。これから、もちろん譜面読んだりとかっていうのもあるんですけども、まあ、今日もね、主たるものは、コード譜から弾いていこうというものになってます。で、初めて見た人とかはね、おー、そうなんかって、どんなもんなんやとか、難しいんちゃうかと思う方もいるかもわかんないですけど、まあ、決してね、パッと見てパッとできるもんではないと思います。そんな簡単なもんではないと思うんですけど、それでもね、だいぶわかりやすいようにやっておるつもりでございます。で、なんか確実にね、ちょいちょいいろいろやっていただいたら、もちろんね、そのコード譜から読めるようになるためにはね、その練習だけじゃなくて、いろんなものをね、強化していくことがすごく重要ですので、そういうのはね、追加補足で練習していくようなものっていうのもたくさん載っけてますので、まあ、コツコツやっていただいたらね、コード譜からいろいろバリバリ弾けれるようなベーシストになっていくんじゃないかなと思います。で、コード譜から弾けるってなんぞやというふうに思う方もいるかもしれないですけど、コード譜から弾けるということは、応用、共通性が見えてくるということで、応用も効きますし、いろんなね、曲が初見で弾けれるようになってくるという力にもなってきます。で、もちろん初見というのはね、結構先、ものすごい上手くなってきてからの話だとは思うんですけど、やっぱりね、皆さん曲を練習するのにね、すごい時間かかる人もいると思うんですよ。だけどね、バンド掛け持ちしてたりだったりとか、皆さん趣味でやられてたらお仕事だったりね、学生さんの方は学校行ったりとか、いろいろあると思うんですよ。なので、できる限りね、曲をパパパパッとね、仕上げられたらね、言うことないと思うんですよね。そのための方法みたいなものもたくさん話してます。で、上のリストが出てたと思うので、よかったらいろいろ見てもらえると嬉しいなと思います。そして、今日は、チックコリア先生というかね、チックコリアさんの、スペインという曲を取り上げて全部紹介してます。で、どんな流れになっているのかというと、出してみます。ほい。出てきました。まあ、これね、バーっと文字が出てると思いますけど、これ一番最初の時にね、順番説明します。まあ、ざっくり言うと、上からね、スペインって難しいユニゾンのパートがあるので、それを3回にわたって今まで説明してきております。そして、前回、コード譜のところでね、サビとか、アドリブを皆さんがやってるところのバッキングのベースラインを弾いています。説明しています。で、今日はそれの2回目ということで、よりかっこよくする方法ですね。具体的に言うと、コードとコードをどうやってつなげていくか、みたいな話について、少し触れていこうかと思っております。で、その後に、まあ、冒頭の部分の決めの話を明日説明して、その次の回に A メロのベースラインを話して、一応やれるという感じになってます。で、これ曲の順番通りにはやってないんですよ。で、なんでかというと、これもね、しばらく前の回に話しましたけども、この曲はね、その都度ね、構成がちょこっと入れ替えられたりするので、まあ、僕たちが演奏するときもどういう風な感じで構成やるかっていうのはね、打ち合わせをしてからやることが多いです。なので、順番でやってね、その通り弾けても、もしかしたらその、誰かと演奏するときってのは違う流れで演奏する可能性もありますので、バラして練習してきますので、そうで、その時やるような流れで順番にやっててもらうといいかなと思います。まあ、この方法でやればね、セッションとかも十分これでできるんじゃないかなと思います。一人で楽しんだりとか、決まった人らとやるわけではなくて、初めて会った人とかでもできるような力が、つくと思いますので、楽しんでいただけたらなと思います。
で、まあ今さっき話したように、このチャンネルはそのようなベースにまつわる深くて濃い話をたくさんしております。なので、もしね、今日初めて見られた方とかね、興味がある方は何卒チャンネル登録もこれを機によろしくお願いいたします。そしてね、今日もいろいろね、頑張って説明していきますので、よかったよとか、面白かったとか、ためになったとか、森田頑張れとか、いろいろ思っていただける方、グッドボタンもよろしくお願いします。もしコメントとかもいただけると嬉しいなと思います。そしてね、ちょっとゴールデンウィークね、僕、このね、スタジオがある関東のところには一応いない予定なので、コメント返すのがね、まとめてゴールデンウィーク明けとかになってしまうと思うので、コメント返信まだ返ってこないよとかっていう方はね、ちょっと首を長くお持ちしていただけると嬉しいなと思います。関東帰ってきたらね、順番にやっていこうかと思いますので、よろしくお願いします。まあ、そんな感じで今日はね、コードとコードをつなげていくラインとかのことについて話していこうかと思います。では、行ってみましょう。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。ではね、ここからね、いつも通り楽器を持ってやっていこうかと思います。で、前回にもね、話したんですけど、この曲は一応、まあ、いろんな表記でね、4分の4というふうに表記されている場合もありますし、時によっては、まあ、4分の4、リアルな4分の4でね、16音符とか主体で書かれている譜面とかも見たことあるんですけど、まあ、今回は一応表記としては2分の2の表記の譜面を使っていくものとします。で、まあ、ちょっとね、コード譜をね、前回と同じような感じでね、ちょっと出してみようかなと思うんですけど、まあ、上に出してみましょうかね。ほい。出てきました。ちょっと全部出ないと思うんですけど、これ全部で24小節一塊の曲なんですけども、多分冒頭8小節ぐらい出てるかな、2段ぐらい出てると思うんですけど、まあそれで見ていこうかと思います。で、2分の2なので、これはクリック鳴らすのが1、2、1、2と進んでいくので、通常だと1、2、3、4ということで4つあるので1小節進んでいくんですけど、1、2、1、2で、これ4つ、今叩きましたけど、4つ叩いてる間に2小節進んでるということで、まあ、実際体感的にはこの4小節の部分が2小節に感じる風になっていくという風な感じで今日も説明していきます。で、前回、昨日かな出したリズムのやつをもう一回出してみます。ほい。出てきました。で、上に書いてある4小節単位で書いてあるものっていうのが、まあ、普天四分音符と8分音符で書いてある。で、5度とかルートとか書いてあると思うんですけど、これっていうのが、まあ、いわゆる4分の2の表記のものになります。で、実際クリックを鳴らして弾いていくと、感じるものとしては下のものになる。1、2、3、4で1小節感じるってことですね。上だと1、2、1、2で4つカウントしていく。まあ、1、2、1、2と感じしますけど、1、2、3、4と感じするのが同じ長さになると。という感じで、これもね、前回説明した通りになっています。で、今日の表記としては一応下の方という感じでやっていこうかと思うんですけど、今までだとね、前回の説明だとこれ本当に、これだけだったんですよね。でもね、これだとちょっと世話しないところもあったりするので、僕が実際演奏した時にはね、ちょっとね、違うリズムもね、癖で混ぜてたと思うんですけど、最後にデモ演奏したのは。例えばね、これもね、シンプルにできたりとかします。例えば、とか、ゴーストノートを入れたりとか、ま、いろいろあるんですよ。あんま難しいことをするとね、ま、いろいろ説明しなきゃいけないし、わけわかんなくなっちゃうと思うので、ま、いろいろできるようになった人はやってもらったらいいかなと思います。で、今日説明したいものは何かというと、コードとコードを合わせていく、というか、流れを作っていくもの、という感じのものをやっていきたいなと思います。で、具体的にまず説明したいなと思うのは、僕よくね、ジャズの、ウォーキングベースラインの説明なんかもよくやってますけども、そのウォーキングベースラインの時なんかでも、よく出てくるコード進行として取り上げたものがあります。でね、もちろん長いことね、見られてる方はもうパッとわかる人も多いと思うんですけど、それは何かあったら、ヨド進行のものです。で、ヨド進行って何かというと、まあ、ヨド進行はね、具体的に、まあ、上のところにカードを出しておきます。あ、ジャズのやつ出しておきましょうかね。ジャズのやつ出しておきます。で、ヨド進行は、ちょっとね、動画のリストとか見てもらうと、ヨド進行というふうな感じで書いてあると思うので、まあ、そこで詳しく見ていただきたいんですけど、まあ、ざっくり言うなら、何かの音を起点と考えて、ドレミファソラシドで4番目、つまりファに当たる音ですね。の、ここになります。で、これは、絶対音感を持ってる人だったりすると、今のね、G からスタートして C の音に行ってるわけなんですけど、ソとドっていうふうに、ソからスタートしてドっていう人はいるかもわかんないですけど、僕の考えでは起点としたところから、ドレミを考えていく、尺度と考えていくっていうことですね。1度、2度というふうに考えていく、移動度の考え方でやっていますので、まあ、ドレミはソラシドっていうのは尺度、移動度で考えて説明しているものだと理解してください。で、それを考えていくと見てもらったらわかるように、こう G からだと C、C からだと F。F からだと B フラットっていうのがこうヨド進行なんですよね。つまり弦楽器だとベースの場合だとこういう風に普通にチューニングされてる場合だとこういう風な感じで進んでってのが
淀信仰にあたるという感じになってます。じゃあ今回具体的に淀信仰の場所どこなんでしょうかということなんですが、まあ上に出てる G メジャー7から F7 ってなあ F メジャーえ F シャープ7っていうところは、これは G からね F シャープに行くので半音下に行ってるので、もちろん淀信仰ではないわけですよね。じゃあ具体的にどういうとこなんかっていうと、ちょっとこの上のところをね場所を動かしてみます。ほいってできました。ちょうどね3段目 Em7 A7 でその下にさらにその4段目 D メジャー7 G メジャー7と書いてあると思うんですけど、2小節ずつ、まさしくこの辺なんかはそうですね。今さっきの F シャープから E というのも F シャープから見て E の音で全音下なので、これも淀信仰ではないんですよね。でどこなのかというと E から A、 そして A から D、 D から G という風になってます。この時淀信仰になっているので、この時に使えれるベースラインというのを説明していきます。で、前回説明したものっていうのが一応骨格としてできてますので、まあそれだけでももちろんできないことはないです。ただ、こういうようなものを入れてあげると、次のコードが他の奏者に分かりやすいですし、どこに行きたいかなっていうのをベースラインで示してくれることも、ね、もなりますし、で、今回使う音符っていうのがそれでちょっとなだらかになりますので、弾いてるものもそんなに忙しくも少しなくなるんじゃないかなというふうな感じになってます。で、具体的に、次のカテゴリーで、そのリズムを出して、そのベースラインも弾いていこうかと、説明していこうかと思います。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。ではね、具体的に、もう一度ね、コード進行のやつを上に出します。ほい、出てきました。で、こっちに出したいのがね、今さっきのリズムではなく、そのね、淀進行の時に使えれるリズムっていうものを出したいと思います。ほい、出てきました。上に書いてあるものが、まあ、普天四部とか八分音符主体のものですね。二分の二で書いてあるものと。で、下に出ているものが実際に感じるものですね。今回弾いていく、解釈していくものが書いてあると思っていただければ結構です。で、これどうなってんのかというと、最初の方は全く一緒です。E から行くかな。で、最後に8分音符が2個入っている。というような感じになってるんじゃないかなと思うんですけども、ルートごとルートごとという風に書いてあると思うんですけど、最後の8分音符のところが5度5度フラットという風に書いてあると思うんですよ。で、これね、ホービートのね、僕のチャンネル、ホービートの説明見られてる方だとね、あ、もしかしてと思った方もいるかもわかんないですけど、ホービートの時にもね、用途進行で使えるベース、ウォーキングベースラインのいろんなところで使えるっていう説明をしてるんですけども、それと全く同じラインを使います。で、リズムだけ、今回はね、まあ、サンバとかなので、イーブンリズムというかね、8ビットとか16ビットが主体になるリズムなので、スイングのリズムではないので、リズムは変わりますけど、音使いとしては同じ感じで使えるということになりますね。なので、これジャズも、まあ、こういうラインでポップスとかでも使えるんですけど、まあ、音使いっていうのはすごく共通しているものが、ここにもあるというふうに理解してもらったらいいです。例えば見ていくと、この場合、このようになります。ちょうど、ダーンとドーン、ダーダーンとドーって弾いてるとちょうど5度になると思うので、最後に、この、例えば E から見てあげた5度の音っていうのは、これ B の音になりますので、用途進行してるときにフラット5度の音を弾いてあげると、そのまま次の音が、用途先の A の音になる。で、A も、D に行けるようになる。G になる。で、次の音は、G からは C シャープになるので、G、C シャープになるので、ここは使えないと思います。で、C シャープから F シャープ。このような感じで5度進行。そして F シャープから B。このようになってますね。で、B から G はまた違うので使えないと。つまり、G から C シャープのところは使えないですけど、C シャープからはまた用途進行になっているので、そのまま使えれるというふうな感じの流れになっています。で、それだけちょっと弾いてみて、どんな感じになっているのかっていうのを聞いていただこうかなと思います。頭から弾いてみますね。で、最初の方は使えないので、前回と同じような感じでやってきます。3、4、1。
頭を叩くまで来ましたね。というふうな感じで流れを作ることができます。で、具体的にテンポをもうちょっと上げると、前回の説明したものよりも、もうちょっとこう、かっこいい形になってるラインになってるんじゃないかなと思います。そしてね、ちょっとこっからは難しい話をいくつかしていく、います。で、1個目の話っていうのはそんなに難しくないかもわかんないですけども、ちょっと説明していきます。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。ではね、こっからいくつかやっていこうかと思うんですけど、ひとまずね、この4度進行までのやつがベーシックなものだと考えてください。今日はね、あんまり細かく説明できないので、時間的な問題もありますので、ざっと話していきます。で、これも今まで4ビートの説明しているものに類似するものであります。で、まず一ついろんな考え方があるので、これから先すごく難しいので、わからん人は、またね、上手くなった時に再度見てあげてください。バッと説明していくと、例えば今4度進行やったとこ以外のとこってどうなのか、例えば G から F 行くときっていうのは、そうですね、これリズムは今さっきと一緒、四分音符で、これ G メジャーセブンなんですけど、ここセブンスの音ですね、 F の音を入れて G とサンドイッチしてあげて F シャープに行く。これベースラインでもサンドイッチ作戦っていうのを話しましたけど、サンドイッチ版って面白いですよねって話その時しましたけどね。まあそういう風な流れでやってます。で、これはコードトーンでもないし、セブンスの音なんで非常にまずいんですけど、まあこの、まずいように見えるんですけど、F シャープにアプローチする音としては非常に有効である。まあ具体的にもう一回弾いてみます。そうですね。その前に5度いってないっていうのもポイントになります。おっと。ボリュームが上がってなかったのでもう一回弾きます。5度に行かず G のところで停滞してあげて、そうすると G とその F の音っていうのを使って F シャープに行けるようになる。そして例えば F シャープから、ここも F シャープから E っていうのは全音下なので、5度に行かず最後の音をルートの音 F シャープの音を弾いて、リズムは今さっきと一緒ですね。で、そういう風な感じでやると繋げるようになると。で、E から A とかっていうのは今さっきと同じような感じになると。で、例えば G から C シャープもそうですね。これも多分使えると思います。同じような感じでね、この音と音をどうやって繋げていくのかっていうのを音を選んでいくといいと思います。そしてね、ここで面白いのが、今、最後に弾いたのがね、もう一回ちょっとリズム出しますけど、ほい。リズムが出てきましたね。これ解釈の16分の方ですね。最後8分音符2つですけども、もしこのリズムをこう変えると、ほい、出てきました。最後がタータタというリズムになってますね。そうするとこれ音が1個もう1個追加できることができるので、違うベースラインを考えることができるかなと。例えばですね。同じような感じですかね。じゃあアプローチしてあげたりとか。例えば、F シャープからだったりすると、今のは E からですね。E から A で、というわけではなく、ここの E から、E のマイナーから3度上がって、これも半音ずつ上がってるみたいなのもホビートで説明しますね。で、こういう風な応用がいろいろ効くということになってきます。で、これは、まあ、重たるものとしては、このリズムね、二つ上げとくので、上の方だと音を二つのアプローチで、コードトーンとかあたりから、次のルートにうまいこと繋げれるというものもあったりとか、で、もう一個音を増やして、どういうふうにアプローチしていったらいいのかなっていうのを、考えれる風なものだとして、アイデアとして使っていただけるといいかなと思ってます。で、まあね、後半話したものっていうのは非常に難しいので、あんまりね、こう、パッと僕はやれるんですけども、最初のうちだったりすると、ちょっと考えて、そこだけ練習してあげて、決め打ちみたいな感じでやっていくといい感じになるんじゃないかなと思います。じゃあね、いつも通り、ここでね、最後にね、前回110でしたっけかね。110で、今から僕はクリックとだけ合わすんですけど、ピアノとかね、ドラムとか入れて、
それっぽい感じの音源にして、デモ演奏として流して終わりにしようと思います。で、後半の方でね、いろいろ弾いてたベースのつなげるものっていうのをね、つまり僕が普段弾いてるようなベースラインをそのまま弾いてみようと思いますので、楽しみに聴いてみてください。では行ってみます。ワン、ツー、ワン、ツー。やったりしますね。なんか2コーラスでやりましたけども、なんかいろいろね、ちょっと話したものとか、それ以外の違うリズムとかもね、いろいろ聞きましたけど、まあ最終的にはね、このようにいろいろ応用できるといいかなというふうに思います。まあそんな感じでね、今日はこれにて終わりにしようかと思います。で、今日もし初めて見られた方ね、何卒ね、他にもね、こんな感じで、まあこんな感じでってこともないですけどね、僕もまだまだね、もっと上手くなりたいのでね、練習頑張っているところなんですけども、みんなでね、上手くなっていこうというふうな、上手くなっていくような要素をね、抽出して話しているチャンネルでございます。でね、もしね、今日、見ていただいて、ちょっと上手くなりそうな可能性感じるなと思っていただいたらね、いろいろ上にね、カードからリストを出してますので、もしよかったらね、そちらとかも合わせて見ていただいて、細かいところから、今日の曲はね、結構難しいのでね、やっていただけるといいかなというふうに思います。で、チャンネル登録ね、初めての見てる方とかでお済みでない方は、何卒ね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして、役に立ったなとか、面白かったとか思っていただけた方は、何卒、グッドボタンもよろしくお願いいたします。そんな感じで今日はこれにて終わりにしようかと思います。また明日も皆様にお会いできるのを楽しみにしております。ゴールデンウィーク期間ということでね、あまり外に出歩けない時期でもありますけども、まあベース練習して上手くなっていきましょうということでよろしくお願いいたします。では、またよろしくお願いします。失礼します。